全然別件でですね、万博に関連してたんですけど、はい、あのまあ、ちょっと前回の二次会から今回の二次会にかけて、はい、あのまあ、会場建設費の予備費がどうも使われるんじゃないかということが、うん、まあ、ずっと報道でも出てるんですけど、はい、まあ、その使う際には、まあ、市とその協議の上でっていうことを、まあ、表現されてるわけですけど、はい、この、まあ、協議というのを、まあ、いつのどういう形でやるのかっていう、まあ、その調整の状況っていうのが、うん、まあ、もし今あるのであれば、いや、そもそもちょっと結論から申し上げて、あの大変ちょっとあの冷たい感じのお答えになってしまうんですが、明日の理事会の議題ですので、まずはちょっと明日の理事会でどういった形で議論されるのか、そして議論された上でまたあのご報告できるものを皆さんにご報告していきたいと思います。あの会場歩道はですね、会場の建設予備費の方があのそれを使用してメタンガス等の措置を行うという報道内容だったかと思います。あのこのあたりどういった形で議論されるのか、理事会を通してですね、議論を見て、で我々必要なことはしっかり主張して、あの今後議論を続けていきたいと思います、はい、うん。